よーし。いやー、まあ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 、見応えの、本当にいい勝負したわ。ひなちゃん可愛いな、この顔。この顔好きなんだよね、ひなちゃんの。どうも、ひなちゃん頑張っちゃう。かっこよかった。もう一個かっこ悪かった。さあ、準決勝は翼。あー。魔法使いの。はーい。頑張ろう。さあ、何を使ってくるんですか。いやー、魔法使い系なんだ、火力高いんかな。あのさ、もう呪文4つとかいう構成やめてくんない。よし、じゃあ行きましょう。3回戦ね。ここで負けたくないな。いや、でも向こうの呪文4つとかいう雑な構成なんなんすかね。雑すぎるでしょ、構成が。いや、これもさすがに勝ちたいな。ただ向こうは必殺技を持てるパーティーなんで、多分。いや、それがね、やっぱわかんない。火力が高い。ハマれば火力高いと思うね、向こうは。さあ、一締め付けに行きましょう、まずは。大丈夫？ガード足りない？避けられていく。それ一番嫌なやつ。バックル。さあ、一回目は、バールかじり当てろー！オッケーでーす！それはでかい。マジででかいな、君の火力は。ギマホーン。さあ、この前使ったね、融合魔法、ギマホン。いやー、でもこっちも結構食らうか。どうだ、14。誰だ今10。ちょっと待って、今誰14とか見えたぞ今。さあ、岩名君、向こうも攻撃まで下さ押してくるが、うーん、どうだ、耐えろ。28。誰だ28。おい、28がいるぞ。おい、誰だ28。今誰だ、全然食らってないやつよ。やめて。ちょっと28とかいますけど。そう、それは私、ダースドラゴン。合わさるところ。1、2。ダースドラゴンの耐性なめんな。ダースドラゴンの耐性はすごい高いんで、それは分かってました。にしても18だろ、14だろ、どうなってんだよ。お、何使ってくんの。キラーピアス、また神妙なものを。ハヤブサのように素早くなります、向こうは。いや、素早くなったってそっちじゃない方がいいと思うけどな。ギラ、うわぁ。ギラどうだ、さあどうだ、ギラ、8。誰だ、8。一桁ダメージになってる。ちょっと待て、一桁ダメージはまずいですよ、翼くん。一桁のダメージ見てるぞ。9とか8とか、どないなってん、これ。ダウンストロークどないなってん、お前。あ、軸の杖。うわ、これどういう効果。あ、でも痛いね。あ、ダウンウォールなんだ。ダウンウォール効果か。さあ、こっちから、こっから返せるかな。こっから返そうか。イバルドン当てろ。オッケー。しっかり当てていこう。よしよし、しっかり当てれば大丈夫。さあ、一組目いこう。丸かじり、ガードされてる。ガードされてんじゃねえかよ。あさるところ。ちょっと待って、お前ら、それも外しすぎ。お前ら、それ外しすぎ。いくらなんでも外しすぎじゃない、いくらなんでも。93。93。いやー、外しすぎだな、いくらなんでも。それは白熱のバトルです。ちょっと外しすぎだな、攻撃。向こうの勇気はまた溜まる説あるからな。本当は押し切りたいんですけど、命中が悪すぎます、こっちの。あー、悪魔神官になってほしいな。悪魔神官が一番回避率低いから。おっと、ここで返す。ここで悪魔神官一番でやってほしいんですよ。回避率があんまないから、一番。うわぁ。一食いも頼むぜ。丸かじり。うわ、またそいつか。もうダメだって言ったら。なんでそっちに行くんだよ。頑張ってくれ、少し。会心3回出してるんだろうけどさ、そりゃ。何してんだよって話だよ、こっちからしたら。溜まれ、溜まってない、やっぱり。いやー、これ一食いのか。ギラだったら勝てたじゃん。これ食ら、これとどめの刺激食らうぞ。これ。多分、とどめの刺激食らってんぞ。多分。ここで勇気貯めないと多分負けてたって。
ちょっと負けムードなんですけど、多分ね勇気溜まってます。向こうキラピアス2回行動してたじゃん。え、あ、やべ、溜まってはなかったけどもっとやばい。こいつ決めに来やがった。あ、やべえ。待って、刺さるって言ったじゃん僕このバーディー。32。こっから返してくれ頼む。一人32のおかげで助かった。川一枚つながった。頼む、決めて。よっしゃ、危ねえ。ダンスドラゴンが神ってた。なんだ32って。さあ、いやギリギリ、マジでギリギリだった。危ない危ない。めっちゃ転戦してきた、あんな雑なパーティーで。本当だよ、力いっぱいすぎでしょ。代表者になりたい気持ちが最高の力を引き出した。そうっすね。で、決勝戦誰よ。あー、大輝さん、あなたですか。あー、お前か。うわー、戦士の人じゃん。じゃあ行きましょう。いやー、勝ちたいなー。さあ、決勝戦何のパーティー？デンタリストがしたら俺は切れるからな。やめろよ。何出してくんの？なんか知らねえモンスターいるんだけど。あ、何、知らないモンスターいるんですけど誰っすか。知らない装備なんですけど何っすかそれ。ちょっと知らないんだけどその装備が。え、何これ。じゃあ行きましょう。コングヘッドアルミナーチダッシュラン行きましょう。いやー、一番今ねこのパーティーが自信あるからね。以前のスターキメラとかあったけど今はこっちかな。行きましょう。さあ決勝戦。いやもうなんか敵がわかんないんだけど、知らないモンスターいんだよな。ちょっとデスストーカーは単品で使うのはなかなかないよ。で、主人公の装備が全然わからないんですよ、僕。何があの装備知らないんだけど。僕あの装備知らないんですけど。え？早っ！何何？はっ！うわ！配信の時期が出やすくなるやつ！マジ？やば。ちょっとそれはやばいっすね。1000万ボルト。さあ行きます。せーの。回心出していく。こっちか、回心出していく。それはでかい。フルスイング。やばい。絶対これ、やばい。それはやばい。うーわ。強い。最高の切り札。何？あ、やばい。痛恨だ、これ。コミカルな技で痛恨だわ。風林火山。え、わあ。痛恨で3体持ってかれた。やばい、強い。ちょっと待って、強すぎ強すぎ。それはそれは強すぎる。何何、どないやってん。敵の火力が高すぎるって。うわー、きついんじゃないこれ。パッと見きつそう。いや、風林火山って何今の。なんか飛んできたぞ。これはクラムインパクト。いけ、ふっ、会心出してほしいな。これは返さないとダメだよ、うまいこと。頼む、アルミナちゃん。よいしょ、ダメだアルミナ。風林火山、何何、炎がまとってる。よけ、ラッキーラッキー。それはでかい、マジででかい。神、そのよけはでかいっすよ。このターンでやられることはほとんどなくなった、そのおかげで。え、なに、ここであいつそんな巨体でよけるけ。マッスルダンス、なんだ、おおおお、体を見せつけています、デスストーカーは。何をしてるんだあいつは。トマホーク、これは全体攻撃じゃない。うん、ああ、いやー、ここはグランドエミラーで火力出しましょうか。このターンで削り切るわ。このターンで削り切った方がいい、多分。向こうが会心打ちで勇気が溜まってるから、ここはね、あと残り2体当てれば勝ちじゃない。何、疾風陣雷、
え、なに？あ、早い。でもコングヘッドがよくだね。それはでかいよ。こっちがね、いけ、ダッシュマン先輩決めてくれ。よし、はい、ダメか、あと1体。よし、アルミアちゃんデイで勝ち、デイで勝ち、よっしゃ。さあアルミアちゃん、雷の放電します。せーの、あー、二足目か。よっしゃい、よっしゃー、危ねー。いや、全部気使った。正直言うと全部気使ったんだけど。やったー、一発クリア。お、え、なに、ファンファーレが違う。やった、ファンファーレが違うよ。いやー、いいね、このファンファーレは。やったー。いや、一発クリアはマジででかいっすね。一回何か積むかなと思ったけど大丈夫だった。いい、いい。代表優勝決定戦、僕ですよ。やったやった。モンスターマスターの底力ですよ、これは。お前に譲るぞと。治療が勝ってリーダーが負けた。複雑な心境がどっちもすごかった。そうだね。魔人の必ずでさ、お互い全部全体攻撃で、単体攻撃出るってどないなって、お前の分。全体攻撃と単体攻撃さ、半々にあったのにさ、全部全、個単体攻撃引いとったね、こっち。いやー、痛かったわ。危ない危ない。リュウタ、王者決定戦ピンチじゃないって。そうじゃなきゃ面白くないさって。いやー、よかった。いい戦いだった。代表優勝になったよ、ついに。豪華おしゃれ着とモリーセレクション。豪華おしゃれ着？あ、一番いらないやつだ。もう何でも言うな、もう。もう何でも言いますよ、ここまで来たら。天空の三神器。あ、天空の三神器。へぇー。何これ？キングの冠を手に入れた。何これって言っちゃった。代表優勝の称号を手に入れた。やったー、お疲れ様です。え、戦いの舞台は殺しませんとか、大都市へと移ります。龍神駅にお越しくださいねと。あ、そういう感じ、もう別のフィールド出んの。おや、これは楽しみですね。大会の数字、あー、久しぶりお父さん。めっちゃ久しぶりだなお前。おい、お前めっちゃ久しぶりじゃん。もう全然顔見なかったお前。大丈夫でしょ、おめでとう。あっという間に続けて、お父さん嬉しいぞ。だいぶかかったぞ。お母さんも？ああ、いい顔。お母さん、その二の腕の細さ好き。何言ってんの？二の腕の細さ好きは草。やっぱりティラはやればできる子なんだよ。勉強はやんないだろうな。日本一の大会になるの？日本一をかけての戦い、大会なんの？うわぁ。というわけで、次回はね、いよいよ勇者決定戦に挑むことになるのかな。ねえ、この龍神、このコロシアムセンターから大都市に行くということで、多分新たなフィールドはないでしょう。でもなんか勝手に移動したみたいな感じになるんじゃないかな。というわけで今回はこれぐらいで終わりたいと思います。お疲れ様でした。